たまみちゃんが巡回している複数のブログで100均カレンダー購入報告が相次いでいるというので、100均ではすでに来年のカレンダーが売られていると知りました。買いました。このタイプの企業カレンダーが毎年もらえていましたが、何年か前からもらえなくなったので、ここのところ毎年100均カレンダーを1冊購入しています。サイズは A2 番で、2024年カレンダーより情報が増えました。企業カレンダーとの違いは、紙がペラペラ薄々なことくらいで、これで110円なら製品な我が家にはぴったりのカレンダーと言えるでしょう。バレンタインデーの曜日チェック。関係ないけどね。ホワイトデーの曜日チェック。関係ないけどね。ゴールデンウィークの曜日チェック。関係ないけどね。お盆休みの並びチェック。関係ないけどね。年末年始の並びチェック。関係ないけどね。2025年もやりきった感ある。